ワクワク教室は時計教室があったり環境教室があったり、そこで、まあ、虫を観察したりというようなことを、みんなにやってもらってますが、今日は日時計編、これについては今回初めてとします。新しく日時計について勉強してもらうということでやっています。みんな日時計を実際に見たことありますか？お、ある。お、すごい。太陽の光が地面に設置してある棒に当たることで地面に影ができます。この影は太陽の動きによって変化していきます。このように古代の日時計は影の動きを見て大まかな時間を測っていました。じゃあ次はみんなでオリジナル日時計を作っていきたいと思います。簡単に作れるのでみんなで一緒に作っていきたいと思います。両端谷折りっていう書かれているところがあるので、こういう形になるように折っていきます。最後に終わったしした色鉛筆で自由に色塗ったり絵を描いたりしてオリジナルの日時計を作っていただけたらと思います。太陽によって時計が見れるってこと、太陽の始まりがそれだってことに気づけて嬉しいです。時計がすごく大事なんだなって思ったりして、なんか時計の大事さが実感湧きました。たくさん刺激をもらった一日になったかなと思うので、自分たちのもっと知りたいとか、こういうこと今度はやってみたいっていうのを一緒に活動の中に生かして日々過ごしていけたらいいなというふうに感じました。